ベスバラ伯爵は、アイルランド貴族の伯爵位。アイルランドの政治家、第二大弾キャノン子爵ブラバゾン・ポンソンビーが1739年に、上されたのに始まる。ベスバラ伯爵、ポンソンビー家の邸宅スタンステッド、ハウスアイルランド王国議会庶民員の議員を務めた、ウィリアム・ポンソンビーは、1721年9月11日に、アイルランド貴族爵位キルケニー県におけるベスバラの、 ベスバラ男爵に乗され、ついで1723年2月28日には、アイルランド貴族爵位ウェックスフォード県における、ダンキャノン取りのダンキャノン子爵に乗せられた。その長男である二大ダンキャノン子爵ブラバゾン、ポンソンビーも就職前に、アイルランド庶民院の議員を務め、1739年10月6日には、アイルランド貴族爵位ベスバラ伯爵、アイルランド総督代理党を務め、 1749年6月12日には、グレートブリテン貴族社位における子孫 B ビーのポンソンビー、男爵に助せられ、グレートブリテン王国議会貴族院議員にも、列している。その長男である二代、ベスバラ博、ウィリアム・ポンソンビーも就職前に、アイルランド庶民院とグレートブリテン庶民院の、両方で、保育党所属の庶民院議員を務め、アイルランド担当大臣。 郵政長官を務めた。その孫である四代、ベスバラハクジョンポンソン B も就職前に、保育党の庶民委員議員を務め、保育党政権において、森林長官、内務大臣、王子証書アイルランド総督などの閣僚職を歴任した。未だ就職前の1834年7月19日には、連合王国貴族爵会切ルケニー県におけるベスバラの ベスバラのダンキャノン男爵に新規にのぶされて、貴族院議員に列している。その長男である古代、ベスバラジョン・ポンソンビーは、自由党政権下で王室家政長官を務めた。古代博には、子供がなかったため、古代博の死後には、弟、フレデリック・ポンソンビーが六大博を継承した。六大博にも子供がなかったので六大博の死後は、弟、 ウォルター・ポンソンビーが七大博を継承した。以降七大博の子孫によって継承されていく。その孫である九大博ビアー・ポンソンビーは、就職前に保守党の庶民委員議員を務め、就職後の1931年から1935年にかけては、カナダ総督を務めた。総督退任後の1937年6月2日に、連合王国貴族爵位 ベスバラ伯爵に除されている。しかしその長男である十大伯、フレデリック・ポンソンビーには、男子がなく、十大伯の死去とともに、連合王国貴族爵位のベスバラ伯爵位は、廃絶した。十大伯の死後、八大伯、エドワード・ポンソンビーに遡っての分流である、アーサー・ポンソンビーが十一大伯を継承した。現在の当主はその長男である十二伯マイルズ・ポンソンビーで、 ある。一族の本邸は、ハンプシャーのローランズキャッスルにある、スタンステッドハウスである。家訓は、王と法と人民のため、現当主マイルズ・ポンソンビーは、以下の社を保有している。ベスバラ伯爵ポンソンビー家系図。ありがとうございます。